ない、なんということでしょう、写真集が発売されました。イエーイ。そんな記念すべき今日はですね、オンラインサイン会がありまして、今その準備をしておりますので、皆さん私の準備に付き合ってください。あのね、今日6時からオンラインサイン会があるんだけど、6時半までね申し込みできるけ、来てほしいっていうのを言いに来た今来てほしいなっていうのを言いたいなと思って配信始めました。てか写真集出たよ、やばい。ちょっと私はちょっとでも割と時間に追われてる。あのさ、今さ時計が見えないんですよ。あの存在してなくて、なのでわ、ありがとうございます。このタイムトラベラーみたいな、タイムトラベラーとはあの時間を定期的にコメントしてくださったら救われます。今日はピンクメイクにするわ。すごい本当アイシャドウ適当、適当というかなんかアイシャドウはどう塗ってもいい感じになるってイメージがあるので、あ、いい感じです。ここに大きい鏡がある。なんか背景微妙じゃけんさ、ここでやろうかどうしようか。こっちは背景いい感じなんですよ、はい、いい感じというか普通で、アイシャドウはこちらこれなんて読むんかいね、ちょっと忘れた。見えんね、文字が書いてるんやけど、何回なこれ。でもなんか、あ、これやこれやってなる、言われたら。デイジーク、それさすがガールやばい、急げ。チュン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 チュ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 浮かび上がらせてる。図工の時間。なんかこうライトがさ一応つけてるんですか、なんか絶妙絶妙で全然伝わらない。なんかうん、目標は4時50分までに髪とメイクを終わらせる。多分というか全然いけるんやけど、
でものんびりしとったらあれかも。悩む。今日は外羽にしようか巻こうか内巻きにしようか。あ、飛行機飛んだのが気配を感じた。ぶーちゃんさん、ありがとう。半熟卵天。卵。卵。ありがとうございます。ありがとうや。この後ね、6時から、オンラインサイン会がございますので、皆さん6時半までね、予約できるけ、お願いします。オンラインサイン会は YouTube で配信されるとのことです。で、コメントなんかショールームみたいな感じ。ずっと急いでる歌だけ。あと眉毛じゃない、まつげ。でもまつげめんどくさいんよね。あとアイラインも。あ、みんなにこの鏡見せよう。じゃん、AKB さんのイベントに小学校ぐらいの時に行った時に買った鏡、最近また使い始めた。で、見てください、後ろじゃんじゃじゃん。これ瀬戸ビンゴの時の名札みたいなシールを使い終わった後にこの鏡に貼ったんですよ。エモエモ、私的にめちゃめちゃエモエモな鏡です。嘘でしょ。ギャンメイクのアイラインがもう限界迎えてる。え、気づかんかった。買わんといけん。もう2日分ぐらいしか残ってない。なんてこった、なんてこった、なんてこった。気づいてよかった。いや、でも気づくのめっちゃ遅いな。なんで気づかんかったんやろ。チュン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 。昔のさ、人がさ、これを見たらさ、びっくりするよね。鉛筆をさ、目の中に入れてさ、やめなさいってなる、絶対。あ、飛行機が見えました。ハチさん、ありがとう。写真集、ゲットしてくれて。ハ
ありがとう。え、もうこの歌歌いたくないのにさ反射的に歌ってしまう。悔しい。めちゃくちゃ余裕やないかい。余裕やないかい。なんかすごい影になるのさ嫌なんやけど。わお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 だぜ。これがさ、わパリピッポタイムパリピッポタイムだ。これどこにか、あ、この、ま、こうやったらさ、影がもうならん。ここにしよう。あ、ここいいじゃん。今、自分に当てずに、なんか、壁に光を当てとる。なんか、あれみたい、レフ板的な。あー。あとは、マスカラを、したら、髪。うん。わあ。クマだ。地べたに座ってる。ええん？これ椅子に座ってます。椅子にあぐらかいてます。そう。ナルドさん。クマ。クマクマ。かぼちゃクマタワー。ありがとう。ハロウィンっぽい。ナルドさん。ガオー。ありがとうございます。ハロウィン、ナイウィン、ナイ。ナルドさん。ありがとう。改めて写真集発売おめでとうございます。嬉しい。写真集が発売されました。こんなにめでたいことはない。なんかさ、松江くしてからさ、もう自分のまつげが遥か彼方に行ってしまって、今は頑張ってまつげを戻しようやけど、そう、星野ひかりさん写真集ありがとう。ひかりキラキラキラ、星野ひかりさんありがとう。なんかずっとまつげ美容液を塗ってなかったんですよ、あの松江区とかする前。でも松江区して地まつげが行方不明になってから塗るようになって、でもちょっとずつ伸びてきてる気がする。頑張れ。髪の毛たちよ、トゥ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 。これまつげはないわ、髪の毛の方や。さあ立ち上がれ、髪の毛たちよ、スカルプディーで。下まつげのビューナー、こんなんも昔の人が見たらさ、ハサミを目の近くにやってやめなさいってなる。
進化だよね。チュン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 。私マスカラ3個塗るんやけど、1個目はキングダムっていうのを下地代わりに塗ってます。これはカールがキープされるし長くなる。コウコちゃんにこれおすすめしたらさ、で一緒に買いに行ったんよね。でその数ヶ月後にまたコウコちゃんと遊んで、でコウコちゃんのまつげが綺麗すぎて、女子めっちゃキープされとったんよ。一日中遊んどってもずっとまつげ綺麗で、それ松江くん松っぱみたいな聞いたら、千穂に教えてもらったマスカラだけよみたいなの取ってってなりました。やっぱキングダムすごーってなった。そうこれはね、漫画もありますが、こちらはマスカラのキングダムですね。おすすめ、これはまず塗ります。1個目塗りたくれ。やっぱまつげが一番大事だと思う。顔を作る上で、そうしましたならば、次はこちら。トゥン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 、ミルクタッチ、ミルクタッチの、なんかミルクタッチさ、なんか2種類ぐらいある気がする。色は黒と茶色あって、マスカラ自体の種類が2種類、分からんけど何種類かあるっぽいんですけど、私はこのなんかオーロラっぽいなんかテカっとるやつしか勝たんと思ってる。うん、21分ありがとうございます。いい感じですね。あと30分ぐらいある。このミルクタッチは縦に塗ります。縦に塗ったら長さがより出るみたいな。この配信を一体何人の女の子が見てくれてるかわからないですけど、詳細を事細かく伝えていこうと思います。まつげの、すごい、公式ウルリスさん、セカンド写真集の発売目だけど嬉しい、ありがとうございますなんかユウなんかなのツイッターで見た。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。お邪魔させていただいております。緊張するこんな半目でマスカラ塗ってる場合じゃない。言葉と
行動が全然合ってない。え、あれですよね、待って、ウルリスさんってあのこの丸い形のあのシャンプーした後に使うあのドライヤーの前使う洗い流さないテイトメント、あ、そう、ヘアオイルなあ見ていただけると丸い形のヘアオイルを展開しております。なあ、ねって言ってたそうですよね、え、使っとった、いい匂いのやつ、めっちゃ、ええすごい、ありがとうございます、感謝あ、ついた、ご愛用いただき誠に、こちらこそ、ウルリスさんがパーティータイム開催してくださった、ありがとうございます。ラスト、最後はこちら、ウォンジョンヨのやつこれはなんかタバ感が出るし、なんか最後に塗ったらいい感じになるので塗っています。仕上げって感じ。よしよしよし、メイク完成、パフパフと、 HK さん、アポロさん、写真集ありがとう、アポロのチョコ、アポロさんありがとう、メタボ3さんありがとう、メタパさんありがとう、ジャイさんありがとう、ジャイアンっぽいポーズありがとうございます。皆さん、この配信で予約していただいたら落書き付きポストカードっていうのがついてくるので、ぜひお願いします。あと今日の18時、この後からサイン会、オンラインサイン会があって、その予約がね6時半までできるけ、それもお願いします。ということで私は髪をしますわよ。あ、これ充電取らんといけ、あ、こっちで充電できるじゃん、あ、でもこっちで充電してあっちに刺す、着ないじゃん、どうしよう、まあ、今日嘘みたいに
すごいストレート、めっちゃいい感じ。これで外派にしようかな。あ、良いのではないでしょうか。良いのではないでしょうか。マジこれ温まるの早い。うん、串、なんかサラサラになる串。やばい、ずっとあの形でやった時ここがちょっと間空いた。にゃん、間が空いたよ。多分いい感じか。え、すごい、これ寝起き、寝起き何もしとらんのにさ、今日めっちゃストレートやわ。でかした私の寝相と、ちゃんと昨日の夜髪を乾かした自分。2時半までに寝れたの。いや、昨日は結局意味がわからないので3時半に寝ました。本当にバカ。なんでそんなことになったかというと、お風呂に浸からずシャワーして、シャワーにしようと思ってたんですけど、遅くなるから、やっぱりお風呂浸かりたいと思ってお風呂に浸かったら、私一回お風呂に入ったら出られないっていう、なんかもう契約が結ばれてるのかっていうくらい毎回出れないので、その時間になっちゃいました。本当に自分でも何がしたいのかわからない、悔しい。どうしよう、やっぱ髪伸びた気がする。結局10時半ぐらいにお風呂入って、確かで2時前ぐらいにお風呂出て、あ、3時半じゃないか、3時ぐらいかな寝たの。そっから遠征の準備して、ドライヤーとかしよったら、そう、遅くなりました。髪どうしよう。半分終わったのにまだ悩んでる。このスンとした外羽か、ちょっと内にするか、巻くか。あ、でもこの外羽いいかも。でもここちょっと巻いて、悩む。いや、まあ外羽。マジで伸びたよね。切った時さ、切った時から3センチぐらい伸びた気がする。予想。
で、ここもこう、あ、良いのではないでしょうか。いいんでないか。こっちも外はね、簡単でいい。めっちゃ適当、一気に外はねにして束で。簡単にいい感じにできるけいい。オンラインサイン会の買い方は X 見ればいい。うん、 X に URL 載しとるけん、そっからゲットしていただければと思います。感謝。私は耳かけるけん、観察券予約して待ってね。ありがとう、大感謝です。皆様ぜひともお願いします。1冊とか、ちょっとどっちおすすめ？1冊券が宛名なしのサイン付きで、3冊券が宛名付きで、5冊券が一言メッセージと宛名付きみたいな感じやけ、おすすめは、5冊がおすすめですね。でも全部おすすめです。一冊券はもうなかった。あ、そうなのか。いい感じに外羽になってきました。やっぱここちょっとふわってすることにした。なんかさ、お弁当食べてさ、結構お腹いっぱいなのだったのにさ、今すごい空腹の時になる胃の感じになってる。なんか胃が空っぽだみたいな感じになってる。全然空っぽじゃないのに勘弁して。今日は金兵衛の
お弁当でした。やった紹介しとんかな。あ、でも意外と時間経ってるかも。何時に食べたっけ。12時過ぎぐらいに食べたけ、もう意外と時間経ったのか。オイル忘れたわあ、マジか。ねえ、マジか。ケープで固めよう。マジか。スタイリング剤ないの地味につらい。え、つらい。全然さ、持ちが違うよね。マジか、マジか、マジか。あ、写真集の表示なくなった。どなたか予約したのに名前呼ばれてないよって人がもしいたらコメントしてください。いい感じになってきました。今何を食べたい気分。駄菓子屋の四角いさくらんぼみたいないっぱい入ってるやつ12粒ぐらいあれ食べたいな今。あ、あれ一昨日ぐらいに食べたんですよね。久々に食べたいと思って買って食べたんですけど、あれって美味しいよね。私駄菓子マジで好き、よく買う。東京駅のドンキで50円のあのモンスタースタンプ、私がちょっと前にショールームで食べたやつにまた最近ハマって、定期的にモンスタースタンプだけを買うあの変な客やってる。モンスタースタンプっていうラムネっぽいのが4つぐらい入ってる駄菓子があるんですけど、そう、それだけ、それ1個買いに行く、いつも時間あるとき。そう、
よしよしよし。美味しいし、なんかすごい、なんかずっと口に入れときたくなる感じ。だし、なかなか口からおらんくならんのよ。なんかさ、硬い系さ、ラムネ。なんて言ったらいいんやろ。あれほんまに、なんていう種類のお菓子なんか難しい。飴でもないし、ラムネでもないし。味もなんか、なんて言ったらいいんやろって感じ。難しいよね、説明が。みんな食べてみてほしい。もうちょっとこっち側をさ、ふっくらさせたい。なんか今非対称な感じがします。なんか珍しいかも、こんな長い間髪をどうにかこうにかしてるの。今日はね、オンラインサイン会があるのでね、念入りに調整しています。良いのでは。忘れてるわ、オイル。よしよしよし、いい感じ。ここに隙間を作るんじゃない。一人一人定位置につけ。お、良いのでは。私は最初こうやって根元だけに当てて固めた後に毛先をちゃんと整えてシュートします。あと指につけて、この間同士あなたはこっち側の人ですよみたいな感じでやっていきます。こっちに行ったら容赦しませんからねの気持ちで固めていきます。ほんで今日はオイルを忘れてくるという大失態を犯しているので、こっちにもちょっとケープ振ります。え、ショックだな。さっきさ、このさ乳液をちゃんとつけてしんみりさせよう。
ライフハック知らんけど。あ、でもいいんじゃない、ないよりはね。まあまあまあ。え、だから今何時ですか？やばい。もうちょっとつけよう。あ、やばい、急げ急げ。よし。それではランキングを読みたいと思います。20位トレンドンさん、19位僕らの風さん、18位まさくんさん、17位ロンリンさん、16位田中さん、15位ヌルディンさん、14位演歌家さん、13位ケンちゃんさん、12位福太郎さん、11位ポムさん、10位、ダニエラちゃんさん、9位宮川和之さん、8位モンブランさん、7位ヒロロンさん、ラッキーセブン、6位ドーグラスさん、5位癒し系さん、4位ツルケンさん、すごい、3位公式ウルリスさん、スリースリー、ありがとうございます。2位西尾さん、チュチュ。そして第1位は、いやひゅん、ナルトさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。ひありがとう。熊カボチャタワーもありがとうございました。ということで、わ、皆さん配信ありがとうございました。じゃあ18時からのサイン会よろしくお願いします。